グフ踊り、グフ踊り、伝統芸能グフ踊り。さっきの戦いのリプレイだ。参考にしておけ。皆さんこんにちは、デザインくんです。伝統芸能グフ踊り、グフカツさんの固定実況動画パート66やっていきたいと思います。こちらはグフシャゲ、お相手はフルアーマユニコーンガンダムにジオングですね。今回は2連戦にてお送りいたします。フルアーマユニコーンは最近増えてまいりましたが、特にジオングですね。なかなか当たることがないので、地面でズサしている時などを狙った、クラッカーの一辺倒な上等手段じゃないですけども、狙っていく形をとっております。さあ、フラマユニコーンをグリグリしてダメージを取っていく。さあ、分断しての対マン状況は悪くない。さあ、ジオングをダブルロックしてダウンを取っていく。さあ、こちらもダウンを取られてしまう。覚醒が溜まったので有意義に使っていきたい。さあ、ジオングのサブですかね、ダウンを奪われてしまう。覚醒は溜まって、これは落ちる前に使っていきたいところだが、フラマユニコーンにガトリング、ガトリング着地は取れない。さあ、ここでガトリング補充して一気に牽制していく。ジオングの着地にガトリングを合わせて下角で降りて事なきを得ていく。さあ、覚醒落ちは免れてしっかりダメージも取れた。さあ、ここからどうやっていくか。さあ、フルコン覚醒、事なきを得ていきたいが、後ろからジオングに狙われて一落ちしてしまう。さあ、相方との調整は悪くないですね。しかもここでダメージを取ってくれている。さあ、ジオングを追っ払っていこうと思ったところに、これめちゃめちゃ減りますね。520からだから283一気に持っていかれましたね。ここで覚醒も溜まっていって、相方にコンボを入れた後のオーバーヒーをしっかり取っていく。フルコンを一落ちさせて、射撃も一落ちして、さあ、ここから体力調整を行いつつ、勝つ向こうの体力調整を崩していきたい。さあ、クラッカー直撃して、走行はメインで取ればよかったんじゃないか。さあ、覚醒が溜まって、これも有意義に使っていきたい。相方も非常に医療の覚醒溜まっているので、息を合わせて使っていきたいところ。さあ、ここでシャゲが覚醒、グフも覚醒、そしてフルコンも覚醒して、プレッシャーを食らってしまったところにジオング取られてしまい、覚醒落ち。これは非常に痛い。相方を前に出しつつ、自分はダメージを取られないように立ち回らなければいけないが、さあ、フルコンの甘い着地には丘に阻まれてしまうが、少しだけ当たったか。さあ、ここでクラッカーで取ったところをしっかりグリグリしていく。もう少しコンボ選んでも良かったですね。ジオング復帰してきて合流されて、ダメージを取られないようにしていきたい。ジオングが覚醒して一瞬でダメージを取られてしまう。ワンコン圏内に入ってしまったので気をつけなければいけないですね。さあ、ここ逃げに徹したいところ。さあ、逃げに徹したいところ、危ない。残り9、相方ありがとう。さあ、ここで相方とジオングをキンキンさせて、頭だけになったところ、ダブロでガトリング、ガトリング、ガトリング。さあ、相方もタケコプターからナギナタを突き刺してフィニッシュ。絵面ひどいですね。痛そう。フルコーンなんですけども、一瞬の隙を突かれると一気にダメージを持ってかれますね。あとプレッシャー、これの対策がまだまだできてないですね。非常に勉強になる一戦でした。リプレイモニターに表示するよ。さあ、続きまして、相方イリア君の射撃視点ですね、見ていきたいと思います。彼は非常に対マン力が高いので、分断さえすれば何かダメージを取ってきてくれるという信頼感があります。さあ、相方と一緒に足並みを揃えつつ前線に行って、ジオングの上を取りつつ攻めていく。ジオングの戦い方の様子を見ながら、タケコプターからナギナタ、これは当たらず。さあ、タケコプターから格闘に行くが、ダウンを奪われてしまう。さあ、相方はグリグリしているので、助けに行ったジオングを後ろから狙っていく。シャチャ打ってジオング前に出てきて、エルメス打ってファンネルが飛んでいって、さあ、いいところにダブローが刺さって、今度はフルアーマユニコーンと疑似対応していくが、脱いだところにナギナタ、蹴りからのメイン、素晴らしい。コンボ手早く終わらせられるのいいですね。さあ、一旦合流して相方を前に出して、覚醒したところを一緒に攻めていきたい。さあ、フルアーマガンダムを見つつ、ジオングを見つつ、お互いに牽制を送りつつ、まずはジオングのダウンを奪って、ダウングフカスが引きつけているので、その後ろのユニコーンを狙っていく。で、さらにグフカスを追っているジオングを引いていきたいところだが、覚醒したユニコーンがちょっと怖いか。しかしダウンを奪っていく、素晴らしいですね。さあ、これはカウンターか。ジオングにエルメスを送りつつ、相方の援護に回るが、
シールドファネルにやられてしまいコンボを食らってしまう。しかし着地はしっかり相方に取ってもらって、まず相手の3000位落ち。さっきはジオングのなんていうんですかね、あれ強いですよね、食らってしまう。さあ覚醒溜まっているので相方と息を合わせて入っていきたいところだが、ヒラマユニコーンのダウンを取ってジオング覚醒中にダメージを取りたい。しかしここは取れず、相方を前に出しつつじっくり射撃戦を行いながら M 角。さあここでフラマユニコーンが脱いだところを味方が落とされてしまう。さあちょっと分が悪い体力調整になったが、しっかりジオングに薙刀を刺して、遅くなったジオングを横目で見つつフラマユニコーンに牽制していく。さあ相方がガトリングで少しだけ取って、さあ今度はやられない。さあ駆けコプターからメインでジオングを落としていく。さあ相方ユニコーングリグリしてユニコーンダブロ。ジオング合流してくるので、そちらも考えながら相方を守る挙動を取りつつ体力の減っている方を狙っていきたいが、ここはまずワンダウン取られてしまう。相方逃げて超逃げて、さあギリギリやられそうなところをなぎなたでカットしてドンソクをつける。さあここでキックでジオングをキンキンさして頭だけにして、フラマユニコーンはなぎなたがついているので遅いので、ジオングに薙刀を刺してフィニッシュ。要所要所でしっかり決めていただいたので、なんとか勝つことができましたね。グフカスタムのやらかしも多いんですが、しっかりロックを取っているのが分かるなっていうのが射撃視点でも見れたので、自分的にも良い試合ができたかなと思います。リプレイを再生します。復習は大切ですからね。さあ続きまして連戦、もう一回当たってしまいました。お相手はフルコンジオングですね。こっちの試合は地面をヌルヌル動くジオングをクラッカーで何度も何度も取ろうとするんですが、実にうまいことさばかれてしまうことが多かったシーンが印象的だったので、一緒にアップさせていただきました。波のジオングでしたら今のところも取れてるんですが、もううまいことさばかれてしまってますね。さあここで下にいるんで、ここのクラッカーも外れ、また取れずですね。ジオングに対してはだいぶいい感じに今まではクラッカーで対処できていたので、やはり猛者は違いますね。ここまでほとんどダメージ取れずです。さあ覚醒してダメージ取っていきたい。フラマユニコーン脱いでまたプレッシャーにやられてしまう。キャラ体がなってないですね。さあフラマユニコーンジオングと見つつ、さあここでクラッカーまた当たらず、ライン際でジオングに完全に裁かれてしまう。さあ気を持ち直していきたいところ、ユニコーンにガトリングダメージ取って、さあまた左右封鎖からのゲロビを食らってしまう。非常に良くない流れですね。持ち直していきたい。クラッカーは確実に有効なので投げ方を考えていきたいが、ここも空振りですね。なかなか当たらない。さらに空振り。さあジオングからなんとかしてダメージを取らなければいけない。このクラッカーも空振り。さあガトリングで追い詰めたところはメインからのサブ格闘派生した派生でダメージを取っていくか。さあ向こうでは相方が覚醒技を入れてくれている。ようやくここでクラッカーが当たりましたね。前後左右に有効なので、もうそろそろ当てなきゃですよね。がしかし相手もよく知っております。さあここで覚醒してまたクラッカーがダメ。さあお願い N 角もダメ。ダウンを奪われてしまう。さあここはもう3025特有の陣落ちを狙っていくことしかできない。なんとかしてフルアマユニコーンを落として、さらにフルアマユニコーンを連続で落としてといった感じしか活路は見出せないですね。さあフルアマユニコーンが真ん中の方に来たので、なんとかしてダブロからクラッカーは不発、メイン2になってしまったのでなすべなく落とされていくが、ここで覚醒が溜まる。さあ相方も一度くらえば覚醒溜まるといった状況か。しっかり溜まりましたね。ここは置き攻めを確実に取っていきたいところ、フラマユニコーン落として降りてきたところ、一気火星に攻め立てていきたい。さあここは相方がファンネルを放ってくれていて、その強要力からクラッカー覚醒して覚醒技でフィニッシュ。なんとか1点突破ですね。ことジオングに関しては完封されてしまいました。相方イリア君との連携がうまいこと取れてなかったら、この試合は落としていたところだと思います。ただ確実にクラッカーは有効なはずなので、投げ方ですね、距離感だったり高低差だったりもう少し考えないとですね。さっきの映像もう一度見るんですね。わかりました。さあ続きましてシャーセンよゲルクグー視点見ていきたいと思います。2試合通してわかるのは、エルメスのファンネルは出しとくだなというところですね。強要ロケ本当に嬉しいところです。さあそのエルメスファンネル開幕に出していって、
相方が前ブーしていくので、その後ろを取りつつ援護に来るフルアマユニコーンを狙いつつ、チオングにも牽制射撃を送っていく。フルアマユニコーンが爆風出してきて、相方もダメージを取られてしまう。ジオングの着地ギアに薙刀合わすものの、ここは当たらず。しっかり追撃は入れていって、ジオングにタケコプターからカクチャー。もう一丁ジオングと見合いつつ、相方が覚醒しているが、プレッシャーで取られてしまったところ、こちらも横封鎖からのゲロビを食らってしまう。さあ一方的に体力は取られてしまっている感じですね、そのまんまグフカスタムを押してしまう。さあタケコプターを当てていくが、シールドビットからダウンを取られてしまう。相方の援護射撃が入るが、ガードからさらにシールドビット、あれ強いですね。覚醒溜まっていったので、相方とタイミングを合わせて使っていきたい。さあ分断疑似体状態だが、グフカスが覚醒してジオングからダメージを取っていこうとするところ、こちらも疑似体から相手に合流させまいと牽制をしつつ、援護射撃を入れながらタケコプターからナギナタをぶっ刺して、そこから覚醒技。さあ向こうも向こうでグリグリ、ここでいい感じにダメージ取れてきましたね。少しだけ順落ちの図が見えてきましたが、まだまだ遠い。さあマグナムからシールドビットをうまくかわしつつ、すごい勢いで蹴りが出ましたね。さあジオングが覚醒しているところに援護射撃を送ってあげつつ、自身は一回距離を取る。さあシールドビットを少し食らってしまうが、ここは2人でジオングを転がしてからユニコーンを取っていきたいか。さあジオングに踏みつけられつつ、カツさん食らいつつ、相方がフラマユニコーンを追っているので息を合わせていきたい。相方落ちてしまう、一旦合流しつつ行きたいところだが、タケコプターからここは落とさせてはもらえない。さあミリ残っているところ、相方と一緒に浮き攻めを成功させて、降りてきたところ一気加勢に攻めていきたいですね。でここで早くももうララを打ってたんですね。で向こうに飛んでいったファンネルが刺さって、そこから相方が覚醒技を入れてフィニッシュ。これは噛み合ったとしか言えないですね。がしかし復帰直後にしっかりララを置いといてくれたことや、最後に覚醒を2人で合わせていったところを見ると、しっかり連携も取れていたし、状況判断もできたのかなと。いやイリア君ありがとう。この2戦だけで相当勉強させていただきましたね。そして疲れた。グフオードリー、いつもご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。皆様のコメント、いいねボタンお待ちしております。グフオードリー、グフオードリー、伝統芸能グフオードリー。